ちゃ。こんにちは。はい、ゆたかさん。はい。今日も振り返る時間ですが。そうだね。変則3連戦を振り返るというね。そう。3連戦じゃないのでね。まあまあそうだね。ただ、コーナーのタイトルとしては、3連戦を振り返るということで、はい。お送りさせていただきたいんですが、はい。ちょっとね、今回は、1週間近く。うん。日程は空きましたけど、まあ空いたけどもね、はい、まあその中で、うん、まあ未だに、まあ、パ・リーグの方なんだけども、まあ、日替わりで順位が変動してるとね、これは2位、3位、4位の話ですね。しかしここまで動かなかったら、うん、なんか俺の中では結論が出たかなということで、うん、ちょっとパ・リーグの最後の方でちょっと喋りたいと思うんだけども、うん、はい、もう意外とこうなるかなっていうようなね、うん、まあそんな感じもするし、はい、はい、まあこれは後でね、ちょっと話します、うんうんうん、はい、でその間に DeNA が CS に進出決定ということでね、はい、まあ、あとは順位、まあ、これもね、まあ、だけど、うん、まあ、CS にね、どうなるかっていう時もあったしね、そうですね、まずはおめでとう、はい、ね、本当に ね、よかったですね、はいはい、うん、でちょっとね、でも DeNA 心配なニュースもあったりしますから、まあ、 またそれもね、はい、話しつつ、はい、はい、でパ・リーグのホームラン王争いの行方はということでね、え、なんか、これもチームの順位同様、いつまでもちょっと決まらないような状況、そうだね、まあ、4人で争ってるけども、うん、1人飛び出したやつがいてね、はい、1つ一歩リードね、一歩リードね、はい、はい、で今日も看板ちいちゃんということで、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、まずはまあセ・リーグね、うん、まあ、セ・リーグはまあほぼ終わったんだ、うん、終わったんだけども、全部ね、ただ残試合なくなった広島もありますのでね、そうだね、まあ広島がねもう終わっちゃったということで、うん、でこれはもうぴったし DeNA と勝ち負けが一緒でね、うん、引き分けだけ違うというね、はい、で、まあ、DeNA が、まあ、最後巨人と戦うということで、そうですね、まあ、あと1試合というのはそこの部分ですね、まあ、勝てば、2位通過というね、うん、まあ、引き分けでも通過かな、はい、で、まあ、それでね DeNA の方はおそらく先発が東で来るだろうから、うんうん、ズバリどうでしょうか、まあ大丈夫じゃないかと思うよね、なるほど、今12連勝中かな、うん、うん、だからそういうピッチャーが、まあ、最多勝も決まってるというね、うんうん、そういうピッチャーが投げてくれるというんで、まあおそらくだけども、うん、まあ大丈夫かなっていうふうには読んでるけどもね、これね最終戦ですけど、うん、もういろんな要素が詰まりまくってますね、まあそうだね、うん、大事な大事な試合になりますね、で巨人の方は誰が来るかって山崎伊織が来るんじゃないかなっていうような気もするんだよね、うん、まあ、10勝をかけて、うん、だからそこもやっぱりないとしたら、ね、やっぱ勝たしてやりたいというね、うんうん、で援護点をあまり上げてないからもうこの時にはっていうことで、うん、まあ、襲いかかってくるとやっぱジャイアンツも自力があるチームだからね、うん、まあちょっと怖いなという感じはするけども、なるほど、あとその佐野がね手首の故障って言ってたのがちょっとね骨折だったということが分かり、まあそうだね、今季ちょっと絶望というニュースは入ってきましたけど、うん、まあこの時点で骨折してれば、うん、まあ、クライマックスシリーズはちょっと無理かなっていうようなね、そうですね、うん、ただね、まあ、太田が、うん、3番に入ったりとかしてて割と機能してるんだよね、もうほんとね、うん、ね、守備も攻撃の方でもすごくね活躍してますね、やっぱ守備はね、うん、佐野よりは上手いしね、うん、肩も強いし、うん、だからまあ守備はね、黙ってても安心感あるんだけども、はい、まあ、バッティングの方がっていうことで、うん、でもここのところの太田っていうのはすごく頼りになるしね、本当にね、うん、タイムリーも出てるしね、うん、それと DeNA の野球が少しこう変わりつつあるという、うん、まあ、1番林2番関根で、うん、この 1、2番のコンビがやっぱ機動力を使うようになってきて、うん、ちょっと攻撃の幅が広がったというね、なるほど、で佐野も佐野じゃない、牧も一時期のちょっと、はい、底面から抜け出したし ね、うんうん、で宮崎は相変わらずいいし、うん、だからまあそういうことを考えると、うん、まあ DeNA が最後勝つかなっていうようなね、うん、まあ、そういう見方はしてます、ちょっとね、最近の試合ではちょっとピッチャーの系統なんかもまあ早めにね、うん、うまくいってるし ね、 そ、 うですね、いやそれとねやっぱりこうまあ東はね、うん、まあ、もう本当に抜群の安定感なんだけども、うんうん、まあ、今永もしっかり投げるしね、うんうん、で大貫もいいし、うん、
でそういうことから考えるとやっぱりピッチャーもあの疲れが抜けて割と安定してきてるから、うん、なるほど。まあここら辺はちょっと DeNA は今状態的にはね非常に上がってきてるのかなっていうような感じがするよね。なるほど。でちょっとびっくりしたのはヤクルトが最下になっちゃったということ。ねえ、これもなんかこういつの間にかっていうような状況でしょうか。ねえ、でもまあその分やっぱこう中日がね、うんうん、じわじわだけどもやっぱ粘って頑張ってたということだよね、うん、だからまあ最後の最後の最後までちょっとわからないけども、はい、ね、うん、この戦いっていうのもやっぱ厳しい世界だな。昨年優勝チームが今最下位にいるということはな。本当にね、うん、ただまあ中日の方は、うん、やっぱりあの中地が良かったり、うん、あの梅津が勝ったりとかね。で来年に向けての好材料、あと根尾、はい、うん、これがやっぱピッチャーらしくなってきてるし、なるほど。でピッチャーとしてしっかり抑えてるしね、うん、勝ち投手になっても良かったんだけども、うん、まあそういう試合をひっくり返されたりとか、ね、うん、まあしたけどもね、でももう堂々と勝ってもおかしくないようなもう投げっぷりのいいピッチャーになってるよね、うん、だからこれも来年楽しみだし、うん、非常に明るい材料は中日はね、うん、なんか揃ってきたような気がする。なるほど。はい、はい、まあそういうセ・リーグでした。だからもう残り、はい、もうここ注目だよね、うん、DeNA と巨人戦。もうあれですね、広島は自分たちの試合が終わっちゃったので、まあ そうだね、そこの結果がもう気になって目が離せないという状況ですね。まあ他力本願だけどね、うん、まあ新井監督が悔しいですって言ってたけど、うん、まあ本当正直な気持ちだよね、うん、これはもう CS 行ってやり返すという、まあ CS は決まってるからね。まあそうですね、うん、ただ地元開催かどうかっていうのがまあ決まらないだけでね、まあ、これはね、うん、すごく大きなことですよね。そうだね、ちょっとモヤモヤしてるというか、うん、でも最終戦でもまあ例えば大瀬良が投げたりだとか、まあ、徳田が途中から投げたりとかして、うん、負けてるからね、うん、まあもう総力戦でいって負けてるということがさ、やっぱよっぽど悔しかったんだと思うよね。そうですよね、うん、まあそういうセ・リーグでした。はい、はい、続いてはもうこれ大変なことになってるのがパ・リーグね。はい、まずは順位表から見てみたいと思うんだけども。そうですね、まあ、あの残りの試合数もねだいぶ減ってはきてるんですけど、うん、まあ、セ・リーグと比べると4試合、3試合、5試合、4試合、1試合、1試合ということでね、うん、まだもう少しありますか。まあそうだね、はい、で昨日までは楽天が3位だったんだけど、そうですよ、今日の勝ち負けでまたひっくり返ったというね。そう、そしてそこが1ゲーム差の中に3チームあるそうそうそう、ね、だからもうねこれ最終戦までわからないみたいな、うん、そんな感じがするんだけども、うん、まあこの3チームだよねもうとにかく絞られたのはね、うん、でねちょっと見てみましょう。はいちょっとねこういう風に書いてみました、うん、ということで今後の対戦相手をちょっと紐解いていきますが、はい、ソフトバンク、ロッテ、楽天、はい、その3チームで、うん、赤い数字が残りの試合数、はい、はい、でねソフトバンクは楽天に2つ、うん、まあ明日もあるんだよね、うん、でオリックスに1つ、はい、でロッテは西武に1つ、はい、まあ明日あるよね、うん、でオリックスに3残ってるんだよね3試合ね、うん、で楽天戦が1つという1つ、はい、で楽天はソフトバンク、うん、ね、まあ2試合残ってるようにまあ地元と、敵と、うん、敵チームと、うん、アウェーと残ってる。で、はい、日本ハム、ロッテというのが1試合ずつ残ってて、はい、まあ仙台でやるというね、はい、うん、まあこうなってるんだけども、うん、まあこれ見えちゃってくるから言うけども、うん、最終戦の勝者が CS に進出か、最終日の勝者ですね。そうだね、最終日というと楽天対ロッテ、オリックス対ソフトバンクの試合が10月9日ですかね、うん、にあるんだけども、うん、この直接対決と、はい、オリックスとソフトバンク、この勝者が上に行くという。だから要するに、そこまでもつれて、うん、結局2位3位で通過するのはそこに残ってるというか、楽天、ロッテ、ソフトバンクの勝った方が上がる可能性があるというね、うん、ただねこれじゃあオリックスが勝ってソフトバンクが勝って負けが2チームに出たらどうするんだっていうことになるんだけども、 そしたらこう見てみよう、うん、ね、でオリックスの動きっていうのが、うん、今日山本が投げてんだよね、うんうん、で優勝決まってなおかつね、うん、そしたら
結構なピッチャーをつぎ込んでくるんじゃないかって思うと、うん、オリックスが3つあるでしょ、うん、ロッテが、うん、だからここでつぎ込んでくると結構厳しいよ、ロッテが、ロッテが、はい、でそうなってくると楽天、うん、だからソフトバンクを今日負けたけども、うん、一つでも勝っとかないと、うん、やっぱり抜けられちゃうっていうことだよね、うん、差をつけられちゃうという、うん、なるほど、うん、だからどうしてもやっぱ勝っとかなきゃいけないということと、うん、まあ日本ハムというのは今日戦いを見てるとやっぱ若手とかまあいろいろこう来年に向けてのテストをしてるよね、うん、だからまあ意外に勝ちやすいと思うんだよね、なるほど、うん、で最終日にロッテ、ここがやっぱこの2チームは肝だと思うんだよ、うん、これ優勝チームのオリックスと当たらない楽天はとかそういったことはあまりないですか。いやでもやっぱソフトバンクとロッテに3試合残ってるよね、うん、で今日西武ロッテは見てるとやっぱ若手を使い出したね、もうね、うん、西武ですね、うん、だからただ明日カラカラなんだよ、うん、で久しぶりの先発だと思うんだけど、やっぱピッチャーが足りないって言ってたね、うん、この前吉井監督と北海道から帰りに飛行機が隣り合わせになってそうそう、ね、ちょっとなんかやっぱだいぶ疲れてるだろうなと思って、うん、あまり話しかけなかったんだけども、うん、まあ、ちょっと話を聞いた中では野手は戻ってきたけどもやっぱピッチャーはやっぱなかなか戻るのは難しいでしょうねって、でやっぱ佐々木朗希がやっぱ離脱したっていうのはちょっと大きいですねとは言ってたけどもね、まあだけど最近の戦い方エラーは出てきてるけども、うん、ただやっぱしっかり戦ってるよね、みんなで一丸となって戦ってるという、で吉井監督もすごくこう点を取ることに対して動いてるしね、うん、だからまあ西武は大丈夫だとしたとしても明日、うん、オリックス中島監督がどういう手を打ってくるのか、ピッチャーのローテーション的にも気になりますね、そこの、まあそうだね、いや、うん、ローテーションっつってもいいピッチャーしか投げてこないから、うん、で東とかも投げさせただろうしね、で、まあ、田島とかも投げさせたいだろうし、うん、まあ、そうなってくるとやっぱいいピッチャーを当てられるとやっぱ苦しいよね、うん、だからロッテは非常に苦しいと思うから、はい、ソフトバンクがちょっと抜けるかなという、でオリックスはこれ最終戦に当たるんだよね、地元開催の、うん、で勝って終わりときたいよね、うん、やっぱ気分的には負けて終わるのと勝って終わるのみんなよし今日最終戦だとね、勝って終わろうぜみたいなそういう機運は高まると思うんだよ、ね、まあ、そうなってくるとソフトバンクもきついというね、ただソフトバンクがその前に楽天に2勝するなんていうことがあってあったら、またそこのオリックス戦 の立ち位置も変わってきますもんね、まあそうだね、だからこれ連勝することによって多分クライマックスは決まると思うんだよ、なるほど、順位は決まらなくてもそうすると楽天の残りの日本ハム対ロッテの試合がまたいろんな意味を含んできて、いや含んでくるんだよ ね、いやだから最大の山はね楽天とロッテなんだよ、ここの、うん、10月9日の最終日、うん、ここがなんか勝った方が上に来そうな、うん、クライマックスに出てきそうな、そこまでもつれてたらってことですね、いやもつれる、もうここまで決まらないっていうことは、うん、多分決め手がないしもつれると思うんだよ俺の予想ではねただオリックスはちょっとね不気味なんだけどロッテに関してはね、うんうん、だけどやっぱりソフトバンクは、うん、まあオリックス戦までにやっぱ決めとかないとダメだよね、ある程度、ぶっちゃけこの対戦相手を抜きにしたその3チームの状態としてはどういう感じでしょうかね、今ゴーだねいやゴーゴーもうどこもどこもそうすごく状態いい悪いっていうのは特になくて、なただねロッテのミスが気になる、あそういう、うん、今日は勝つには勝ったけど例えばゲッツーを取るときに取れなかったりだとか、うん、これもゲッツーの時にあの悪送球になったりだとか、まあ、それでも勝ったけどね、だけどそれを良しとするんじゃなくてやっぱそういうのは戒めとしてやっぱり向かわないと
ちょっと守備からの破綻というのはちょっと苦しくなるよね。まあそのね、3チームがこう五分でいるっていうことであれば、なおさらそういったところがほころびになってくるっていう可能性があるということですね。まあまあそうだね、うんうん、だからまあどこも決めてはないんだけども、ただ残り試合3、うん、っていうのはやっぱセリーグが DeNA が一つ残して勝てば、うん、ね、2位になるとか、まあそういう状況になってる。少ないっていうのは不利だけども、やっぱここをやっぱ勝ち切っとかないとちょっと苦しいかなという、うん、なるほど、うん、でまあロッテオリックスにどういう戦い方を挑んでいくのかわからないけども、うん、俺はなんか楽天とロッテは最終日に決まりそうな、そんな感じがするね。なるほど。でソフトバンクはその前にオリックスと対戦するね、ここまでに決めとかないとここが厄介なことになるよ、最終戦だからね、オリックス。なるほど、うん、もうこんなにねパ・リーグもつれるなんて、うん、誰も予想してなかったと思うんですけど、まあまあそうだね。でね、話してて何話してるかね、分からなくなる時あるんだやっぱりもういやいやごちゃごちゃしてるからね、このここのこの話ですか、そのこの話うん、だから、うん、なかなかこうね、この前もソフトバンク対日本ハム戦を見て、うん、噂の試合をね、あの解説ね、解説、うんうん、見たんだけど、ヒット2本、うん、それが2本ともホームランなんだよ、うん、それで4点取られて負けてんだよね、うんうん、だからそういう試合もソフトバンク平気でやっちゃうしさ、うん、一時期逆転したんだけどやっぱもうひっくり返されるという、だから分からないんだよね。もう本当にそういったことで言うとこうね、いつもゲーム差とかを見て、あここが勝ったらここが2位になるな3位になるなとかっていうのも、もう今って今どうなってるっていう状況で、まあそうだね、毎回確認しないと分かんないぐらい、うん、混戦してますよね。でね、楽天が3連勝、この時期によ、うん、3連勝パーンとしてきて、うん、ね、うん、上がってきたんだよね、うん、楽天はなんだ5割か今5割だね、うん、今5割の本当持ってきたんだよ。いや本当ね、ね、いやそれで今日ソフトバンクとやって、うん、まあ田中真央君と大関の投げ合い、うん、田中真央君が序盤に点を取られてやっぱ負けちゃったんだよ、うん、で勢いが継続していかないんだよね、なかなかね、なかなか。だからまあ明日は和田と則本、うん、だから則本はもう絶対負けられない状況になったし、うん、ソフトバンクはあの勝てばものすごく楽になるよ。なるほど、そういった精神的なことを考えてももう本当一試合一試合、いやもう大変大変ね、うん、で明日ロッテは神奈川でしょ、うん、で西武が若手使ってるとはいえさ、やっぱピッチャーをつないでいくのか、うん、からかを引っ張るのか、うん、まあ、ちょっと吉井監督もやっぱピッチャーがいないっていうことはこうすごい頭が痛いことだよね、うん、明日セーブは松本投手、そうそうそう、うん、ね、松本もやっぱボールに力あるしね、乗ったらあれだし、ただ野手は若手を使ってくるだろうからね、うん、ただこの若手が今日も活躍してんだよね、うんうん、だからそういう意味では侮れないしね、うんうん、ただこうもつれにもつれて最後楽天対ロッテ、うん、俺はソフトバンクはなんかその前に決めてきそうな感じがするんだよね、うん、うん、ということはそれこそもうその楽天対ロッテ、ロッテここが、うん、でも決まってなかったら大変なことになるよ、うん、この最終日はこんなことありますっていうのがね、まあ、球史に残るような最終日になるかもわからない、うんうん、まあ優勝争いではないけどもね、うんうんうん、まあそういうパ・リーグです。まだまだ目が離せないということで、ね、また注目ですね。はい、またこれもね、はい、次はいつお送りするかっていうのはね、もうわからない、ちょっとわかんないんですけど、うん、またチェックしてくださいね、うん、はい。